就任は順調でしたか？そうは言っても光徳たちはきっとあなたを試したのでしょう。しかしあなたの実力であればそのような試練も楽々と超えられると思っていました。報告に来たということは渡墨島にいた浪人たちをすでに追い払ったということですね。もちろん、オイラたちあいつらを叩きのめしておいたぞ。わかりました。では今後は大久保に見張りを手配させ、彼らが再び騒ぎを起こさないようにすれば大丈夫でしょう。ご苦労様でした。これほどの手柄を立てたのです。報酬をあげなくてはなりませんね。そうですね、昇進はまだ早いので俸禄を増やしましょうか。鉄兵には任務を手配しました。幕府海軍の奇襲作戦です。彼は後方にいたくないようでしたので彼の選択を尊重しました。ところで話は戻りますが、ある特殊な任務をあなたに任せたいと思います。特殊な任務？はい、渡墨島とタタラ砂の間に魔人遺跡があります。あそこにはいくつかの島がありまして、物資輸送の中継地点にも使われるのです。しかし近頃そこに保管された兵糧が忽然と消えてしまうことが多々起きています。ですがタイがそこへ行った時何も危険はなかったとのことでした。この真相をあなたたちに調査していただきたいのです。これは急を要することではありません。この何日かはまず軍に慣れることを優先した方がいいでしょう。渡墨島を回ってみてもいいと思いますよ。鉄兵が戻ってきたら彼ともお話ししてあげてください。天気のいい日は海に出るのもいいでしょう。鉄兵、本当に大丈夫かな。あいつうっかり屋だからなんか心配だ。あ、そうだ、訓練営であいつを待とう。久しぶり。どう、メカジキ2番隊の人たちとはうまくやってる？じゃあ先輩であるこの僕が兵をまとめる方法を教えてあげよう。彼らの俸禄を増やして報奨金も用意する。それに規律を守るように言って、それからなんだっけ。てっぺ、それどこで聞いたんだ？八重堂から出版された小説で読んだんだ。だいぶ前のことだけどね。当時いくつかの団子と引き換えに友達に見せてもらったんだ。小説に書いてあるもので軍隊を率いるなんて、これが俗に言う机上の空論ってやつか。ふん、僕を舐めてもらっちゃ困るな。今の僕は君たちと同じように軍隊の統治方法の勉強と模索をしているんだ。そう、海戦で大きな手柄を立ててね、今や僕も特別行動隊の隊長さ。それに最も新しい小隊でニシン一番隊って言うんだ。どうだ、すごそうな名前だろ。しかも僕たちの隊服も制作中だってサングロミア様から聞いたんだ。制作が終わったら一緒に隊服を取りに行こう。新しい隊服を着たらきっとすごくかっこいいぞ。本当にありがたいことだ。これも全て支援があったおかげだよ。その隊服オイラにもあるのか？もちろん、君も僕たち渡墨島軍隊の一員なんだからね。やったー。隊長、新しい作戦任務が。ああ、今は行くよ。じゃあ僕はこれで、また今度ね。君も僕に軽々追い越されないよう気をつけてよ。オイラたちがお前に負けるもんか。それはどうかな。僕は今絶好調でね、手柄を立てるにはもってこいの状態なんだ。まさか鉄兵が小隊長になるなんてな。どうやら本当に努力してるみたいだ。少し休憩して魔人戦争の遺跡に行ってみようぜ。